今日は文字書ける。文字の計算をやろう。ポイントは1つだけだよ。文字書ける。文字の計算ルールを覚えて、ルールの 1a かける c かける b。こんな式が出てきたら abc アルファベット順にかけ直そう。次ルールの 2a かける。a の2乗。こんな式が出てきたら a かける。a かける。a のことだから a の3乗こうして。 累乗の数を使って書こう。これだけ覚えておけば大丈夫。じゃあ問題見ていくよ。じゃあ例題ね。次の計算をしよう。括弧の一が二 x ックスける三は。計算するよ。文字かける文字の計算。まずは数字に着目しよう。二かける三だから。六になるね。文字は。x と。 y をかけてるからアルファベット順に並べると六 x y これが答えになるよ。まの二ね。x かけるマイナスの六 y。文字かける文字の計算だね。まずは、うん、この掛け算の記号は省略できる。そして数字については一かけるマイナスの六だから数字はマイナスの六。文字は x と y。 この二つの掛け算だからアルファベット順に並べるとマイナス六 xy これが答えになるよ丸の三今度はかっのマイナス a の二乗かける六 a ね整理するとマイナス a の二乗っていうのはマイナス a かけるマイナス a のことねこれをさらに整理するとまず符号について考えよう マイナスかけるマイナスはプラスになってあともプラスだからプラスねつまり A かける A かける 6A と書き直すことができてこれを整理するとまず数字の部分は1かける1かける6だから6が残るね文字は,文字は A が1個2個3個かけてるねつまり A を3回かけてるから A の右上に 三乗こんな風に書こう。これが答えだよ。じゃあ練習も見ていこう。じゃあ練習ね。次の計算をしよう。丸の1がカッコマイナス a b かけるカッコのマイナス3 b c 見ていくと、まずは符号を考えよう。掛け算はマイナスかけるマイナスだったらプラスになるよね。だから AB×3BC こう書き直すことができてそうすると計算はまず数字×数字の部分を見ると 1×3 だから数字は3文字はどうなる AB×BC ねアルファベット順に書くと A 次は B なんだけど B はそう2つあるよねだから B の 右肩にちゃんと二乗乗せよう。そして最後に C、C. 三 A. B. の二乗 C.。これが答えになるよ。過去の二ね。五分の三 X. かける四分の五 y 分数が出てきても、考える手順は同じ。まずは。前にかかっている係数。この数字から考えると。五分の三かける四分の五は。五がうまく。約分できて。四分の三残るよね。 さらに文字は。X. と Y. 順番に書くと X. Y.。これが答えになるよ。丸の三。マイナス A. の三乗かける括弧の。マイナス七 A. B. の二乗ね。計算しよう。まずは。符号から考えると。マイナスかけるマイナス。だからプラスになる。A. の三乗。かける。 7ab の二乗ね。これを整理すると、1かける7は7。a の数はどう？a の三乗と ab の二乗。a の数は a が3個と a が1個だから、3個と1個。合わせて4個だね。a が4個あるから、a は4乗になるよ。 そして B. の二乗残っているから B. は二乗ね。これが答えになるよ。今日のポイントね。文字かける文字の掛け算は、まずアルファベット順に書く。次に類乗の書き方で書く。これさえ押さえておけば、大丈夫だよ。